歴史大好きおじトーク。今回はですね、これだけは言いたい歴史ネタということで、はい、なんと鈴木先生からちょっと言いたいことがあると。まあ、なんていうか、小ネタ集ではあるんですけどね、まあ、あの歴史なんかをやっても歴史に限らないんですけど、社会全般でもいいんですけど、なんか普通に やり過ごしちゃってるんだけど、うん、よくよく考えたら違うんじゃないとか、あるいはその言い方昔からなんか言われてるけどなんか変じゃねとか、そういったようなことの、まあ言ってみればそれこそ、小骨が刺さったような、はいはいはい、そういったネタなんかも、ちょっと拾い上げて、今回、まとめてみようじゃないかというふうになってきました。はい。まあ、なので、今回はね、一応第1回ということで、もしかしたらね、また何回かおじトークやってる間にちょっと第2回やりたくなるとか、あと皆さんのね、なんか投稿とか、あの X のね、発言とかから、なんかこれっておかしくねとか、違和感ないということを、我々たちもね、積極的に。寄せてほしいですね。はい。ということで、第1弾は、何からいきましょうか。じゃあ、私のですね、はい、中国4000年の歴史ってやつですね。確かに。テケテケテン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 。本当にね、この中国4000年の歴史っていうのは、まあ、はい、いわゆる、なんていうの、こういうのってなんていうんでしょうね、決まり文句っていうんですか、ね。そうですね、まあまあ、慣用句じゃないですけど、なんていうんですかね、としてよく使われるんですけど、僕はその決まり文句っていうのは、でも一旦決まり文句になっちゃうとみんなもう考えずに使っちゃうじゃないですか。そういうのをよくよく考えてみようじゃないかみたいなこともあって、で中国4000年の歴史ってもう全く何も考えずに、中国って言ったら4000年の歴史だよね、中華料理うまいうまいみたいな感じになったりとか、さすが中国4000年の歴史だよねことになったりとか、確かに確かに言いますもんね。素人もそうだけど、それこそマスコミだとか、なんかその責任あるところで発言するような人まで言っちゃうんだけど、本当に中国4000年の歴史っていいんですかみたいな。確かに確かに、えそもそもこの中国4000年の歴史って一般に流布したのっていつぐらいなんですかね。そこなんですよね、はいはいはい、で気になる気になる。子供の頃に、はっきり覚えてるっていうか、はい、まあまあ覚えてるのは、テレビ CM、はい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 、でインスタントラーメンですね、まあ、即席麺、はい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 、それもその頃、この頃はね80年代ですね、はいはいはい、81年ちょうど81年に、私まだ幼稚園ぐらいです74年生まれですまあまあ高校卒業してますね、はいはいはい、でその頃に高級志向がだんだんこう、あ、そうですね、まあ、生活も豊かになってきて、インスタントラーメンも袋麺だったより安いっていうのから、うんうん、高級な袋麺、即席麺というのが出始めたんですね。そのうちの、まあ、先駆けみたいなもので、明星中華三昧、今でもありますよ。今でもあるんですよね。あります。で、私明星中華三昧 の、ええ、サンラータンメンが大好きで今でもねたまに買って食います。酸っぱいやつ、酸っぱいやつ、酸っぱ辛いやつ、あれ大好き。めちゃくちゃいい、出来がいい。その意味では非常に寿命が長い。息長いですよ。だって1981年、そうですね、40年以上です、すごいですね。その最初のだから中華三昧が出てきた時にそのテレビ CM がガンガン流れて、その中でもう冒頭にもう中国4000年の歴史を秘めた、中国4000年の味を秘めた幻の麺って言うんですわ。そんなんでしたね。確かにね、そんなんだった気がする。中国4000年の歴史とは言ってないですけど、中国4000年の味を秘めた幻の麺、これが明星中華三昧なんだっていうことで、その CM がガンガン流れて、それで中国4000年に触れた人も多かった。まあ、僕もそうですけどね、そうだったんじゃないかと。これ誰が考えたんですか。これがね、糸井重里らしいんです。糸井重里ですか。さすが。ほぼ日糸井新聞の糸井重里。もう、まあ、コピーライターといえばもう糸井、ね、この方っていうね。今の若い人、糸井重里知らないんじゃないですか。ちょっとね、いろいろ他にもね、知ってるコピーなんかもね、有名コピーいっぱいありますね。糸井さんが考えたっていうものもね、絶対あると思うんで。調べてみたら突き当たりするんじゃないですかね。でも確かにこの頃、なんかちょっと高級志向っていうか、要は札幌一番とかチキンラーメンじゃなくて、なんか違うやつってありましたよね。あれがほら
大橋巨泉が宣伝してる南中華本中華とかもこのぐらいの頃からあったんですよね。あ、本中華ね。そう、あれもやっぱ本格的な本で、ね、うん、本中華でしたけど。ですね。へえ、そうか、ここからか、一般に聞かれるようになったの。はい、じゃあ伊藤重里の姓の可能性が、まあ、非常に強いんですよね。はいはいはい。ここでお詫びと訂正です。本編中で中国4000年の味というキャッチコピーが糸井重里作であるというお話をさせていただきましたけれども、実はこちら2007年の7月に公式サイトであるほぼ日刊糸井新聞のコラム内で糸井重里氏本人が自分のものではないと否定しています。お詫びして訂正いたします。でその前に、はい、確認されるところでは、はい、それ以前にも、まあ、筋肉マンの中の、はい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 、ラーメンマン、戦いラーメンマンでおなじみのラーメンマンですよ、はいはい、がその後モンゴルマンになりますけどね。中国3000年の歴史ってどうも言ってたらしいんですね。言ってる、それは言ってます、それは覚えてます。そっちの方が早いんですかね。いや、わかんない、微妙なところですね。ラーメン、いやでも筋肉マンって小学1、2年だからほぼ同じぐらいじゃないかな、時期的に。じゃあお互いにこう影響されあったかもしれないですよね。その中国4000年の幻の麺と中国3000年の歴史ってラーメンマンが言うのと、まあ、ラーメンマンなんだから当然ラーメンなんだから。そうそうそう。ちなみに私あれでしたね、筋肉マン全然話違いますけど、筋肉マンでは牛丼が出てくるじゃないですか。牛丼一筋って筋肉すぐるが言うじゃないですか、俺牛丼ってものをマジで知らなかったんで。ああはいはいはい。で結局食ったのって俺多分ね高校生になってからなんですけど、牛丼が分からなくて何の想像もできなかった、うん、ああそれはね、俺が牛丼に関してはなんとなくおぼろげに知ってたけど食ったことはなかったです。俺はむしろですね、ナボナはお菓子のホームラン王ね、はい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 、あの CM のネタをなんか赤塚不二夫とかが漫画の中で書いてて、はいはいはい、それが全く分かんない。なんか やったね、お菓子のホームラン王みたいな、なんかね。あ、俺ね、ナボナは食ったことあったんですよ。あ、鹿児島に住んでて、鹿児島に、ね、鹿児島住んでて、で要は母親の実家が埼玉にあったんで、はい、毎年こう飛行機で、うん、要は来てたんですよ、うん、で帰る時にほらお土産コーナーとかあるじゃないですか、空港に、うん、あれでね買ってって食ったことがある。あ、食べたことはあった、食べたこと。私もだからホームラン王釣ってるからどんだけホームラン王だと思ったらすっごい、うん、なんだろうこれはという、うん、まあ、まあ、完全に余れたです、はい、余談でしたけど、これでまあ要するに確かラーメンマン中国3000年って言ってますね、はい、まあ、どっちがまあ本当に僅差かもしれないんですけど、うんうんうん、まあ、本当にここら辺から始まってるらしいなと、なるほど、いうところまでは、まあ、ルーツとしてはあるんじゃないかと。ちなみにその袋麺、高級麺っていうとまたね、うん、いろいろありましたけど、僕が一番覚えてるのは翌年に、はいはいはい、中華様の翌年に出たそのハウス食品のマダムヤンっていうのがあって、懐かしい、マダムヤン、マダムヤンっていう、はいはいはい、ヨウ夫人とか、はいはいはい、マダムヤン、あった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 、はい、まあ、このマダムヤンっていうのは別にこの本当にマダムヤンっていう人がいたわけでも何でもなくて、うん、そういう設定ですか、はい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 、設定プレイっていうのが今ではもう、こういう設定を作ってその上にキャラクターを立ててっていうのは当たり前ですけど、うん、それの走りみたいなですね、はい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 、中国でなんかこの外交官を夫に持つなんか敗訴な人妻みたいな人として、うん、マダム、ヤンさんが、はいはいはい、設定されて、その人がお昼よみたいな感じで、さあ、なんかそんなんでしたね、確かに、こうチャイナドレス着てるんですよね、はいはいはい、髪をね、はいはい、お団子にしたりとかして、チュンリーみたいな髪型ですねで、そういう風に出すと、その時に、やっぱり高級麺として非常に宣伝されて、まあ、これは今ではもう、発売はなくなっちゃいましたけど、ね、俺だからこれ子供の頃あれだと思ってました、なんジュディ・オングかなんかだと勘違いしました。もう誰もがジュディ・オングだと思ったらしいんですけど、まあ、ジュディ・オングじゃないんですね、本当はちゃんと、別の方でして、はい、香港の女優さんらしいですね、はいはいはい、タン・ランファさん、はい、タン・ランファ、タンはしかも言ってるランファ、いわゆるパイタンとかのタンですね、はいはいはい、ランファはランの花で、はい、ランファさん、なんか美味しそうな名前です ですね、美味しそうで綺麗な名前ですね。でこのマダムヤンで有名になったことで、1984年7月の
徹子の部屋にも出演なさってて、なるほど、そんなマダムヤンがあったんですね。あったでこの頃あの、普通にラーメン屋さんでラーメンを食べても300円台だったところ、はいはいはい、このマダムヤンはあの一袋300円高っ強気な設定で今1000円ぐらいするってイメージですよね。じゃあね、すごっ、かなりの高級志向ですね。確かにこの中国4000年ってなんかいい加減な気しますよね、うん、まあそういうふうなルーツで始まったんですけど、うん、結局この中国4000年の歴史ってみんなもう考えなしに言っちゃうけど、はい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 、それでいいのかってことなんですよ。だから王朝が要するに何千年の歴史って国とかについて言った場合、それはその国のね形として持ってるってことじゃないですか、うん、ああそうですね。例えば、ロシアはあの革命軍でソ連になっちゃって、それからまたロシアになったけど、その期間も合わせてロシアは何年の歴史って百年の歴史って言うのかっていうと言わんですよね。今のロシアは当然あのソ連が崩壊してからの90年ぐらい、そうですね、91年ですかぐらいからの歴史しかないわけですよね。そうです、30年とかね、33年とか、はい、なんでそういう意味で言うと、まあ当たり前ですけど、中国という今の 国は、中国共産党が中華人民共和国として1949年に建国したわけで、はいはい、それから、80年経ってないぐらいですか。そうですよね。わけなんで、中国4000年の歴史って言った場合、非常にぼんやりしてますよね、はいはいはい、範囲が、はいはいはい、ちなみにですね、この中国3000年の歴史ってラーメンマンのセリフの方が当時は多分ニュアンスとして正しいみたいなことを考えられていて、うん、というのが、陰州新漢三国志の陰王朝、まあ、要するに実在が当時確認されてた陰の王朝が、まあ、3000年ちょいぐらいのイメージなので、うん、ここぐらいからのが正しいと、うん、で後になんかそのいろんなのが発掘されたから中国4000年みたいなことを言うようになったっていうのが、うん、なんかこう一般的な印象だと思うんですね。で実際調べてみたんですけど、うんはい、4000年前って実在が微妙な花王朝、うん、あの夏と書いて花王朝が4000年なんですよ、うん、だから言うなれば黄河流域文明4000年の歴史ぐらいなら正しいんじゃないか、うんまあ、正確そうですよね、はい、だからもちろんそんなあの一時ね言って一つの言葉に詰める必要はないんだけどはいはい、はい、ニュアンスですからね。みんなあの何も考えずに中国予選なんて言っちゃうのに対してちょっと考えてみませんかってことなんですよね。それ重要です、はい、中国しかも僕らが中国っていう口に出した時には今ある中国の国っていうのが何たって一番 の、うんうんうん上に来るわけで、でこの国がなんか、4000年の歴史があるって言っちゃったら、うんうんうん、それはあの実際僕が聞いた範囲で言うとちょうど2019年に、はい、あの中国が建国70周年、49年だから、うんうん、19年70周年って言ってお祭りお祭りというか建国のねあれをセレモニーとかをやあの記念行事とかやってたんですよ。ちょうどその年その時にたまたまあのテレビ見てたらあるなんか民放の番組で、うんうん、あのナレーターがあの中華人民共和国この4000年の歴史を持つこの国でとか言いやがってねえよと何言ってんだこいつって思って思わず画面を見たでもそれなんか特番とかでも何でもなくてなんか15分ぐらいのなんかあのつなぎの番組だったんですよ、ね、でもそういうことをだから知らない人は言っちゃうわけですよ。まあそれを誰もチェックしないのもまずい悪いけどね。だそういうような意味でもう含めてあの中国4000年って言っちゃうのをあの無自覚に言っちゃうのはどうなる、だからそうですね、あその地域に文明があってそれが4000年あの面々と続いてるんですよっていうことでしたら当然さっき言ったみたいな黄河流域文明っていう言い方もあると思うし、それを国として言っちゃうんだったら、うん、例えばその、人類文明で言えばメソポタミア文明が古いわけですから、イラク5000年の歴史とか言わねえのかとかってね、うん、それ人類発祥で言ったらあの、コンゴのあたりが出てきてるから、そうですよね、アウストラロピテクスからね、あれになって、だからコンゴ1万年の歴史とか言わないのかっていうことですよ。でもそんなこと言ったらあの違和感しかないし、はいはい、まあ、あの頭おかしいと思われます、
でも確かにね、我々その言葉を扱ってる商売だから余計にですけど、ちょっと突っかかりますよね、そういうのね。でそれを無自覚に言うのはどうなのっていうことを、ね、確かについてちょっと一言釘を刺したかった。でまたこういうことからちょっといろいろ面白いことを思いつくじゃないですか、はい、調べたりとか、だからやっぱねその敏感になるって大事だと思いますよ、はい、だってそもそもですよ、中国って言い方って日本古来の言い方だと中国地方が中国なんですから。そうなんですよね、あそこはだからシナ、そう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 、まあまあ今本当ね、いやだってクレトモフサじゃないけど、シナはシナと言って何が悪いじゃないけど、僕もその クレさんの あの本からその辺を学びましたね、はい、でやっぱだってチャイナって、チャイナの日本の機械ですから、ね、そうチャイナでね、シナなわけだから、はい、じゃあねチャイニーズリパブリックなんとかかんとかつって、うん、ピーポーズリパブリックつってんだから何の問題もないはずなんですけどね、自分から言ってるんですけどね。そうですよ、だからそう、だから今中国地方ってわざわざ言い方をするのも、うん、あっちを中国って呼び鳴らしてるから、うん、しょうがないから中国地方って言ってるわけで、だから一時期中国の食品が非常に悪くて、それで中毒者が出たり、はいはい、死人が出たりした時にまさに中国地方の食品会社の中国食品っていう会社が潰れたんですよ、はいはい、まさに風評被害でね、はい、それでいうとで電気の部品作ってるオウムっていう会社があるんです、オウム電子かなっていう会社がオウムの事件の時にすごい風評被害を食らったとか、似たようなことありましたけどね、そうで、ちなみにですね、まあ、中国4000年の歴史ってのはその実在が、まあ、ギリあったんじゃないかと言われてるその花王朝から4000年って言いましたけど、最近はですね5000年説も出てきていて、これはですね長江の流域、黄河じゃなくて南の長江の流域の奥の方に古色文明ってのがあったとされて、古色、古色、古い色で古色ですね、古色文明ってのがあったとされて、これが通ると、これが要するにこう確立してきてるらしいんですけど、これが確立するとですね、黄河流域の漢民族っていうところから、スタートしたと言われてるこの今の中国が覆される可能性が出てくるらしくって、中国共産党的には不都合な事実じゃないかというような話もあります。なるほど、もうその辺は漢民族じゃ当時なかったみたいですね、はい、しね、ちなみにこの古色文明ってややこしいのは、この古色王国とか古色王朝っていうと、はい、またねその後の紀元前400年とか300年とかのところにも絡んでくるらしくって、中国って同じ名前で何度も王朝が立ったりするじゃないですか、こういうのやっぱりややこしいなと思っておりました。はい、そんなわけで中国4000年はもしかしたら3000年なのか5000年なのか、うん、そしてそもそも中国と言うべきなのか、こんな話でございました、はい、もう中国共産党は4000年前からあったのか、文句言いたくなりますね、古代中国共産党か、古代中国共産党ですよさてじゃあ2番目なんですけど、ちょっとまたやっぱこれもあれですね、中国的というか日本的というか、はい、我々漢字民族に、あれなネタですけど、はい、行きますか、はい、はい、日本人のお名前に関することなんですけど、はい、当然な日本人のお名前っていうのは、まあ、名字、名前、まあ、姓名で、はい、成り立ってるわけなんですけど、そうですね、これを英語表記するときに、例えばまあ鈴木明って言うと、はい、明鈴木とか言いますよね。だから英語のテストの時そうやって書かされましたもん、ローマ字でね、はい、これはいつから始まったのか、おそして、はいはいはい、まあ、姓名っていうふうに、順番で名乗るのは日本人に対してなくて、中国人とか韓国人とか、はい、あるいはちょっと違い離れたところではハンガリー人とかも、あ、そうですね、確かにハンガリーとか姓名なんと名乗るんですよ。なんですけど、その辺はどうなのかっていうことですね。どっから始まったのかについてなんですけど、はい、まずこれはどうもですね、ほうほうほう、明治の頃、まあ、日本が開国してから、はい、まあ、幕末明治になったあたりぐらいで、まあ、だんだん外国人が来るようになったと、うん、往来も要するに交流もだんだん、緊密になってきたところあたりで、自分が名乗るときに、うん、鈴木明ですって言うと、向こうからは鈴木は名前なのかなって逆に思われちゃうから、こっちから明鈴木って譲ってやった、自分からひっくり返して言うっていう、まあまあ、誤解をしないようにとかね、間違いを起こらないようにってこともあったでしょうし、相手に合わせるっていう、まあ、まあちょっとこう日本の文化的なところもあったのかもしれないですけど、どうもその辺から始まってるんだ。あ、そうなんですね、へえ。だからまあ自発的にというか、ほうほうほう、その辺から始まって、
でそれがずっとまあもちろんね、まあ幕末からもう、ね、200年以上経ってる、はいはいはい、200年近く経ってるわけなんですけど、で今まあ逆にあのなんか外国人と喋る時もそうですし、なんかインターナショナルなあのスポーツでも何でもそうですけど、ショウヘイ・オオタニとかって言って出てきますので、確かに確かに確かに、でもあの韓国の選手はキム・ハソンだったらキム・ハソンって言って出てきますよ、確かに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 、だからこの辺みんな何とも思わないのっていうか、別にあのなんかプライドがどうとかというよりも先にもうそういうのあのは続いていいんじゃないのかなっていうことも、一時期あの東京オリンピックの時に姓名、日本人はあの名前が先なんだから姓、はいはい、名表記にしましょうっていう、ことが出たんですよね、はい、政府からね。でもちろん政府はそういうこと強制はできないんで、そうしましょうよみたいな風な言い方で NHK なんかは今は姓名っていうふうに書きますよ ね。だけど民放なんか、まあ、まあ民放なんかっていうか、まあ、大体もうあれシーンではショウヘイ・オオタニですよ、はい、そうですね。今おっしゃった通り、日本政府は2020年の1月1日からパスポートなどの公文書に日本人の名前を記載する場合には、うん、姓名の順にすることを決定したと、はい、これはすでに国際機関で指定された様式がある場合を除いて、うん、日本語表記と同じく姓名の順番に記載しなさいということになったので、うん、基本的には2020年以降に発行されたパスポート等には、うん、姓名の順で書かれているということです、うん、で、まあ、その場合は逆だったと。よくそういうのであの分かりやすいように、私もあの姓名の順で名詞とかもあのローマ字も書いてるんですけど、あの名字の後にあのカンマを入れる、薄いカンマ、はい、まあ、私総理って名前じゃないですけど、薄いカンマ総理みたいな感じで、やるっていうのが、まあ、あのやり方としてもありますね。でちなみにあのさっきその出てきた中国人の件ですけど、あの F1 ドライバーに張元勇っていう、はい、あの人がいるんですけど、これも元勇張じゃなくて張元勇になってるので、まあ、あの F1 も国際映像を見ても張元勇になってますから、はい、あの基本的には姓名の順番になってますね。だから拓磨佐藤とか神戸小林っていう方がなんか整合性が取れない、今だから多分 F1 は生命の順になってんじゃないかな。ただあの今佐藤拓磨なんかアメリカで走ってますけど、もうアメリカで走ってるのあの完全に逆になってますね、はい、まあ、そういうこともあってですね、そこら辺も確かにちょっと考えてみた方がいいんじゃないの、うん、なんかまあね、翔平大谷全くあの違和感なく聞いてると思うんですけど、あ名乗る時にアキラスマイネームイーズとアキラ鈴木とか言ったりすると思うんだけど、なんかそうでいいのかなっていう。そうですね、まあ、別にこうせえとかね、うん、あの しないとあのプライドが許さんとかそういうのじゃないんだけど、その辺ちょっと一人一人が考えるのことのきっかけって必要だよなみたいな。確かに一番のねイラッとくるのはあの年末 の, あの M1 グランプリ、あ M1 グランプリで点数が出るときに必ず名前を言うんですよ、はいはいはい、であのしかもあの巻き舌のお姉ちゃんが、たけし富澤は84点とね、ひとし松本92点とね、それを毎回やるんですよ、12、はいはいはい、7人でしたっけ、あれがなんかね、あれぐらい聞かされるとちょっとイラッとくる、イラッとくるっていう。これあのフィクションの世界の話で恐縮ですけど、あの有名な銀河英雄伝説では、はい、作中の中で名前の表記を E 式、W 式、要するにイーストとウェストっていうのからなぞらえて E 式と W 式に分かれていると。で、ヤン・ウェンリーは E 式、要するに東洋のあれであるので、ヤンが名字で、要はヤンが姓で、ウェンリーが名前ですよっていうふうにしているぐらい、まあ確かにそのフィクションの中でも、特にそのいわゆる SF になってね、地球が統一されてますみたいになってくると、名前どうしてんだろうっていうのは結構ね、話題になりますよね。確かにあのいわゆる古いやつとかだと完全に揃えちゃってる、要は、うん、あのあれじゃないですか、スタートレックでもね、あスタートレックミスター加藤って下の名前出てきませんけどそうね、加藤何なのか、そうですね、あれ必ずミスター加藤、ミスター加藤って確かに呼ばれてないよねそう、ちょっとあれも疑問だったんですけど、なるほど、はい、まあでもちょっとこれ、うん、皆さんはどうしてるんですかね、その、うん、外国と特にあの仕事上でやり取りがある人ってもいっぱいいると思うんですけど、ね、うん、まあ、そういった方の話を聞いてみたい気がします ね、 メールのシグネチャーとかね、どうやって書いてるのかとかちょっと気になるところです、はい、はい、じゃあ続いてはこれもね、これも前方後円墳ですかこれはでも
確かに確かにですよ。これね、金沢の古墳の話題になるとね、前方後円墳っていう、まあ、あの丸プラスこうね、台形状、まあ興奮といっても台形状の、ねはいはいはい、ものがくっついてるもの、あれですよね、てるてる坊主型みたいなやつですよね、昔の鍵穴型といいますかね、はいはいはい、での古墳のことを前方後円墳って、まあ、必ず言うんですけど、うん、その場合あの 図解というか 図が出たりイラストが出たりすると必ず円が上になってませんか。あ、そうですよね。あれ仁徳天皇陵でもそうですか。はいはいはい、あれも必ず丸が上ですよ、写真。ええ、イラストとかそういったものを出すのともそうですし、空撮してるときも、そうそうそう、絶対丸上ですよね。丸上の方に来るように配置しますよ、ね。はいはいはい、してる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 。それでもって前方後円墳はないんじゃねえの。前円後方墳やろと。だからね、長い生涯の中で前円後方墳という言い方も聞いたことはあるんですよ。本当ですか。なんかあれ今前円後方墳って言ったなみたいな。そういうの何回か聞いたことあるんだけど、ここのところでは全くなくなったんですけど、またね。だから前方後円墳って、もうこの、なんていうの、口からね、前方後円墳ってすらっと。そう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 、もう言い鳴らされてますからね。出てきますけど、ああいう、ああいうふうにこう、丸を上にした場合は、これで前円はないだろうって、前方はないだろうね。いや、思いますよ。はい、ちなみにこれ、前から前方後円墳でずっと言われてたんですか。これがね、結局考古学の世界の、まあ、用語から始まって当然いるわけで、昔はあのなんかひょうたん型とか、あ、まあ、まあざっくり言われてたらしいですね。はいはいはい、でその中で江戸時代もう、まあ、だからまあ古いっちゃ古いですね、はい、江戸時代の考古学者、蒲生、はい、蒲生薫平、はいはいはい、という方が、19世紀初めに表した、ああもうじゃあ結構末期ですね、ですね、三拍子という本の中で、初めてその言葉を使ったと。へ、うん、でもこの時この蒲生さんは何でもって前方後円っていう言い方をしたのかという、だって要するに四角いのが何で前って判断したかってことですよね。そうですね、そこなんですけど、その時に、うん、各地に残る車塚という名前から古墳のことを車塚っていうふうな言い方をしている地方があった、まあまああったんでしょうね、うんうんうん、その車塚っていう名前からその、車あの前方後円墳がその、宮車、まあ、実際この偉い人を乗せる車が古代にあって、その車の形を模したものがこの古墳の、古墳なんだと、古墳の形になったんだと、はあはあはあ、そういう、まあ、一番仮説を立てて、はあはあはあ、でその車の場合はこの丸い部分が前の方に当たるので、あ、四角い部分がね、あ、四角、ごめんなさい、四角い部分が、まあまあ、あの前の方に当たるから、へ、この場合あの四角が前なんだ、なるほどなるほど、丸は後ろなんだ、なるほどなるほど、で当然その場合は前方後円なんだっていうふうに名付けたと、まあ、その名付けた理由ですよね。ところが、あ、現在では、はい、そんな車、古代になかったよ。要はその古墳を作ってた時代にはそんな宮車なんかなかった、うん、ったよ。なんだよ。だからその前方後円って名付けたその名前の根拠がなくなっちゃったんですよ。なくなっちゃったんだったら、まあ、もうどうやって呼んでもいいわけですよね。名前で呼んでもいいんだけど、まあ、やっぱこれもね、前方後円、前方後円って言ってるうちに、うんうんうん、もう前方後円や言えなくなった。つまり前方後円であることを前提に組み立てられるようになっちゃったんですね。なっちゃったというかね。でもそれだったらせめて図解とか、はい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 、イラストとかを出すときは四角い方を前、そうですよね、出してほしいですよね、上にするとか ねしてほしいですよね、うんうんうん、でもそれもせずに前方後円というのはおかしいだろう。ということはその前方後円墳みたいな言い方って要はもう慣習で使い続けてるだけってことですか。ですよね。なのに考古学の、まあ、本場の、はい、先生方も当然今前方後円墳って言いますからね。はいはいはい、へー、だからこの場合は間違っ、もともとのだから名付け方た時点ではもう間違ってるんだけど、うんうんうん、その間違ったのがこのまま続いちゃってるってことでしょ。そうですね、そうですね、それはそのままでいいのか気になりますよね、はい、じゃあそれをこうなんていうの、いやこれは後方前円墳です、前円後方墳ですってこう
主張する、いやこっちの方が絶対もうメインだから前、うん、とかっていう学者さんは出てきてないんですかね。まあちょっと考古学にそんなに明るくないんで、あの特に古代のね古代史とかあのやってないですけど、少なくともやんとこはいないみたいですね。それこそ強硬に主張する人とか、もしかしたら自分の著作とかだけではちらっと統一してるとかね、そういうのはあるかもしれないですけど、なんかこう歴史学会ってなんかそのすごいね、なんか古い説を覆すのってめんどくさいというかうるさいらしいじゃないですか。なんかその権威みたいな人がいて、はい、それをなんかこう金貨玉城のごとく、ね、あのずっとあれしてるとかっていうのを聞きますからね、いやめんどくさそうですね。そういう人が死んでようやくなんか、ね、説が覆ったりとかね。なるほど、確かにね、前方後円墳絶対丸が上に書かれてますもんね、おかしいやろ、まあ、安定がいいんでしょうね。ああ確かに座りいいっすもんね、うん、だって丸下だとねグリングリンいきそうだはい、ありがとうございます。ちょっと他にもなんか小ネタいっぱい用意していただいてちょっといいですか、なんですか、ね、気になることは、まあ、フレンチキスって言うじゃないですか、ロマンチックなシーンでね、チュッチュッてね、でもこれフレンチキスってこれディープキスのことですよね。そうそうそう。それいつからこれひっくり返っちゃったんですか。だからね、これもね、覚えてるうちでは90年代ぐらいかな。それ前のルーツとしてフレンチキスっていうのが出てきた時にはフランス人はこんなはしたないキスをしてるんですよみたいな、まあ、こう情熱的な、いい意味でのフレンチキスだったのが、なんかこうなんか非常に上品でなんかあのプチッっていう感じの、なんかこう挨拶程度のキスみたいな風に、言われるように今では逆むしろになってて、そうですよね、じゃあフレンチキスしますって言ってもしねもうベロベロベロしたとか言ったりしたらなんかあのぶっ飛ばされそうな感じする、あるいはそれは違うって非難されそうだけど、本来の意味はあのフレンチキスはディープキス、うん、そうですね、いやそれはその通り、それを俺も知ってます、はい、のはず。ちなみにフレンチフライってあのポテトのこと、あれフレンチフライって言いますけど、あれ本当にフレンチでフライだったんですか。いやフランスじゃあんなもん食わないじゃん。なんかそんなイメージですよね。でもほら南の方って結構 芋っぽいからさ、どういうの思ったんですけど、まあ、あのリヨンとかあっちの方で、はいはい、マルセイユとかで食ってるんですかね。なんかわかんないですけどね。あんなの食ってるのはアメリカ人だけだと思うんですけどね。俺もそう思います。他に何があります？あとね、壁ドンとかね。あ、確かに。壁ドンって今こういわゆるあの女性をこうにこう口説くじゃない、迫るみたいな。なイケメンがね、はいはい、ドンと女性を壁際に追い詰めてなんかこうね、迫るみたいなシーンのことみたいに言われてますけど、もともとこれは隣のうるさい部屋、ね、のアパートとかでね、隣のうるさい壁薄いアパートとかね、まあ、注意というか文句を言うために壁をバンバンぶったたくことでしかないと思うんだけどそれは言えてる言えてる、こういう用語の、まあ、変わりますよね、でも確かにね、とも言わないんだけど、うっかり使うとなんかね、なんかこう意味が通じなかったりしそうですな。あのほらそれこそあの的をいるエル論争とかね、 あれも実際のエルでも良かったっていう説とかも結構ありますからね。あの的っていうのはそのなんかこう御恩と奉公の要はその報酬のことであって、それをエルという意味で的をエルで良かったんじゃないかとか、でも結局やっぱ、まあ、今メインで辞書とかで扱われてるのは問を得ると的を得るが正しいのであってっていうのがあるんですけ ど、 なるほど、結構ねあの国語学者の人で的を得る、的を得るは間違っていて的を得るで正しいっていうのをあの論理的にこう分析されてる人とかもいて、はい、その辺面白いんですけどね。なるほど。他にはまあこれはね言い方じゃないですけど、はい、なんかこの東ドイツって言ったら今のあるドイツの東部のことだとかね、東八王子みたいな、みたいな風に言う思っちゃうけど、東ドイツって国があったんですよって。いやこれね、それで言うとそれちょっと思いついたんで私あの用意したんですけど、あのベルリンの壁って東西ドイツを完全に塞いでる壁だと思ってる人結構いて若い人とかで、いやそんな長い壁できないからそれ多分国境のね壁だと思ってるってことね。あと、それこそ東西ドイツに分かれてたことを知っていても、うん、あのベルリンって、うん、あのその中に要は西側もあったんだよっていう、うん、ベルリンっていう街がまず分割されてたんだよってことを知らないとか、うん、そうそうそう、あれもだから小学生ぐらいの時にその事実を知って、はいはいはい、もうなんかバカじゃねえよっていうようなこんなとこ閉じ込められてみたいなね、だから一時期は意地悪されて、
封鎖されてね、封鎖されて空中投下してましたケネディ政権からなかったですね、空中補給してましたからね、ものすごい大空輸作戦とかやって、それも大人げないけど、壁で全部囲うのも大人げないけど、まあ、全員が大人げないよねっていう、結局ね、その後そこまで封鎖するのはやめて普通に暮らせるようにはなったってやつですけどね。そうだから、あとドイツの首都って、今のまあドイツのね、統一ドイツの首都ってベルリンですけど、どうも真ん中辺にあるイメージがあるじゃないですか。でもかなりやっぱ当時の東ドイツの首都だから、そうですね、いわゆるもう右に寄ってるっていう、まあ、最初にドイツ帝国ができた時に、ドイツ帝国っていうのは東西に長かったんで、その東の領土がバッサリなくなったんで、そうなんですよね、まあ、だから東寄りに見えるだけですよね。ベルリンの都市自体はもう古くからあそこが栄えてる、ね、ただそれもブランデンブルクっていう国の頃にはもうただの、ね、町かなんかだったらしくて、あ、そうなんですね、フリードリヒ大王の、まあ、プロイセンの、がだいぶこうね大きくなってきた頃にもうここに町を作ろうとして、はい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 、人工的に作り始めた、だから人工首都みたいなのがあっちこっちありますね、サンクトペテルブルクみたいなもんで、はい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 、最初はただのなんかもう小宅地みたいなところに、ちょっとした村がある、ものすごい杭を打って土台の杭を打って、それでいうと西ドイツの首都だったボンって今どうなってるんですか？ボンが知らないですね。もうボンなんて口から出したのもう何十年ぶりですよ。俺も今出したのすっごい久しぶりですよ。そういえば西ドイツってボンじゃんみたいな。ボンってなんか関西でボン元気だったなみたいな。はいはい。坊主って意味のね、ボンね。そっちの方が言うでしょう。確かに確かに。ボンどうなってんだろう、どうなってんすか、分かんないっす、ね、あえて今ボンに触れるのもいいかもしれない、そうですね、ちょっと ボン旅行してみたいですね。はい、ということでちょっとねこのベルリンの壁ってマジで本当にこういわゆるその国境の万里の長城みたいなものを想像してる人ってたまにいるんで、うん、違うよってことを今言った上でですね、それで言うとですね、ちょっと疑問に思ったのが、はい、これちょっと大人の人だけに聞いてほしいんですけど、ダッチワイフっていう用語があるじゃないですか、でなんでダッチっていうのかなと思って、うん、まあ昔調べたんですけど、改めて、うんうん、そのダッチってまあそのインチキ臭いみたいなものをこうなんかダッチってこう英語では言うと、うん、で、はい、まあダッチワイフそのまま訳すとオランダ人の妻ってことになるんですけど、うん、なんかねこれ由来が2つあるらしくって、起源としてそのオランダ人商人が自分の妻を本国に残して当時その植民地だったインドネシアで取引していた時の境遇に由来すると、境遇要するにこう置いてきちゃってる、妻っていうのとその引っ掛けてるんだっていうこともあるそうなんですけど、まあもっとメインなのは要するに偽物の奥さんっていうことで、まあそのダッチっていうのにはですねあんまいい意味がないと、で英語におけるダッチとつくものは例えばダッチアカウント、まあアカウントがのアカウントがダッチってことなんですね、偽っていうことでしょうね、あとダッチペイってのは割り勘、割り勘、ダッチコンサートは騒音、腎臓バターのことをダッチバター、マガリンじゃないか、はい、あとダッチロールってあのね、日航機の事故であれは、はい、出ましたけど、こういうなんかあんまいいものじゃないものの代名詞として英語で使われてるんですよ。でなんでじゃあダッチが悪いイメージのものに使われるようになったのかっていうことを考えてみたところ、要するにですねイギリスとオランダ、まあ、ダッチが、喧嘩をしてたからだということにどうも結論としてなるらしく、オランダがですねそう世界史の中で、力を持ってきたのはスペインから独立を達成した頃からなんですね、はい、でいわゆるそのインドに出てて、いわゆる東インド会社とかも、ね、オランダも作りますけど、東西の両インド貿易に行きますし、インドネシアに向けて商船隊を送り込みとかいう感じで、まあ、とにかくそのオランダ東インド会社が作られて、要はイギリスと要はあの辺りの権益を争ってたってことらしいんですよね。で、まあ、香辛料の貿易を独占するためにこうオランダはどんどんこう土着の民をこう征服していくというか虐殺していったりとかして、でその中でなんかこう
イギリスとね、争いになった、うん、でその中で、最終的にイギリスとですねオランダは、うん、まあ、1600年代に3回も蘭英戦争ですね、まあ、英蘭戦争と思いますけど、うん、戦争を行いまして、うん、でイギリスが勝つというところまで実はそのかなりオランダが憎いものだったということで、うん、もう古くから偽物だのなんだのって悪いイメージのものにはダッチと、まあ、敵のことをバカにしてる言い方ですね。そうですね、つけてたということから、まあ、ダッチ何々になったんだという、うん、これもだからある意味で言うとこの歴史絡みの、うん、なるほど、はい、なんか疑問だったなと思います、うん、確かにね。で最後にちょっと私からあの歴史でよくある誤解みたいなところで言うと、日本ってあの軍国主義で、はい、特にその、まあ、いわゆる20世紀ね、うん、頭っていうのが、軍国主義でもって軍部独裁政権、うん、ね、国民は虐げられていた、うん、国民は監視されていた、まあ、それは確かに特別高等警察こと特攻がね、うん、はい、あのスパイを摘発するだの、あの要は反国に 反旗を翻すような行動を、うん、こう取り締まるとかってあったんですけど、実際には民主主義でしたよっていうことですね、はい、あの分かりやすい例で言うと戦中にあの軍人宰相、まあ、東条英機とかがなりますけれども、うん、あの戦況が悪くなることによって退陣をさせられていたりとかってやっぱしてるんですよ、うん、ね、だから大政翼賛会っていうも、まあ、言ってみれば党が一つだけにはなったものの、やっぱりその民意を完全に無視することまでやっぱできず、形上のまあ民主主義にはきちんとなっていたということは事実だということですね。なのであのドイツのそのドイツやイタリアのファシズムとはちょっとまた一線を画すというか、あのよくこう日本もファシストのね一員みたいなことを言われますけど、日本の軍国主義とちょっとやっぱりそのドイツイタリアのいわゆるこうなんでしょうね、国粋主義政党みたいなのにが出てくるのとはちょっと系統が違うので、だからドイツの人らとかイタリアのムソリーニとかっていうのも個人が人気あるんですよね。そうですね、だから個人に対してもものすごいこう国民が熱狂して、その結果が ああいう軍事 独裁政権になって、それをあの独裁を国民が許しちゃうっていう経緯があったと思うんだけど、そうですよね、だって結局ドイツなんかは選挙で普通にナチスが躍進してるわけじゃないですか。ねえ、ただまあナチス党も結局過半数は取れないんですね。ああ、そうですね、あの、うん、びっくりな自民党とかがね300議席とか取っちゃうような、はいはい、500議席もない中で、うん、に比べると、あのナチスがあの過半数も取れないっていうのは非常にあのちょっと意外なんだけど、それでもそのぐらいなんですよね。だから選挙の制度もあるんだけど、やっぱりあのドイツの政局ってのは相当乱立であって、ものすごいこう一つの党が力を持っても過半数いくかどうかみたいな、まあ、その頃ね戦後のキリスト教インタラ同盟みたいなのもすごい政令ですね、ね、まあ、そこに比べると日本の場合はあれですわね、あの、まあ政治もそうなんだけど、まあ、政党内閣がもうちょっと軍部と対決するとか、平和に対してこう行くっていう方に行かないうちにもう、ね、軍事軍国主義的なものが、まあ、蔓延しちゃって、まあ、それっていうのは結局あれですよね、中国は満々州における戦争がずっと長引いちゃって、その影響でもってどん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 軍部が力を持っていたということなんですよね。だから最後は日本の場合政党議員内閣制まではまだコロコロになってなくて、首相は指名されるじゃないですか、はいはいはい、天皇からね、はいはい、で当然天皇がこれって好き嫌いで決めてんじゃなくて、この元老みたいな人たちが集まって次は こいつで行くかみたいなことなんだけど、最後にはもう東条英機を指名せざるを得なくなっちゃうんですね。他に誰もやんないからそうなんですよね。で逆に軍人にやらせて、軍人だったら軍人をこう統制できるだろうみたいなことになるんだけど、まあ、戦局が悪化してそれも辞職せざるを得なかったと。これ日本の場合はそれこそこう選挙制度云々っていうところで民主主義じゃなくて、議員内閣制とか、まあ、あとその内閣をですね、海軍大臣陸軍大臣が現役武官制になって以降、うん、結局その大臣出さないぞって脅せば内閣総辞職に追い込めちゃうっていうね、うん、
それができるようになったのが多分一番でかくて、だからそもそも制度は民主主義なんだけれども、その要は後の処理を軍が結構ね、好き放題まではいかないですけど、駆け引きの具としてできるようになっちゃったのがちょっとでかいなという、統帥権看板の問題ですかね。そうですね、はい、軍縮条約に、はいはいはい、署名するためなんだっていう時に、そういう軍事に関することは、まあ、天皇の裁可が必要な事項であってみたいなところになったら、そこを普通の議員だの政治家がやっていいのかってことになるんだけど、そこに対してね、軍人が言うならいいんだけど、犬飼剛とかまで言うのはどうかと。これはやっぱ政党政治の、まあこうね、自殺ではないかと。そうですね、なんですよね。そう考えるとね、まあ、そのイタリアなんて今でもオリーブの木っていう言葉がありますけれども、イタリアもこう小党乱立で、っていう感じですけど、日本人って割とすぐね、大同にこう合流するというか、合唱連行がしやすいみたいなところもあるんで、やっぱそういうところもこうヨーロッパとはまた経路が違う形になったのかなと思いますけどね。はい、そんなわけで日本も軍国主義ではあったけれども、民主主義なのは間違いないよということですね。なのでその国の方針は軍国主義に、政治体制は民主主義と、実はちょっとそこをごっちゃにするとおかしくなことになっちゃうよということは、私もお伝えしておきたいなと思いました、はいはい、そんなわけでいろいろ中国4000年から、はい、いろんな多岐にわたった言いたいことありましたけど、ちょっとね、ぜひ皆さんも、はい、歴史から見た言いたいことを、寄せていただいて、はい、また思いついたらやりましょう。はい、私たちも討論していきたいと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。